統合生命科学専攻、微生物細胞機構学分野の福沢です。これから分野の紹介をしたいと思います。近年、微細藻類を用いたバイオ燃料の生産が話題に上がっていますが、私たちは物質生産の基本となる光合成と炭素代謝に注目しています。光合成を維持して生存するためには、生物はどんな仕組みを構築してきたのかということを、 遺伝子やゲノムレベルで研究していますこの写真は研究に用いている緑藻クラミドムナスの培養の様子と顕微鏡写真を示しています2本の鞭毛で遊泳し光合成を行って増殖する細胞です細胞の側面にはオレンジ色に光る眼点を持っています多種多様な 緑藻の中からクラミノモナスを選んだのには理由があります。数億年前にシアノバクテリアの祖先種が鞭毛中に捕食され、これが消化されずに体内に残り、一次共生が成立したと考えられています。葉緑体を獲得した深核光合性生物の代表として、私たちはこの緑藻クラミノモナスをモデル生物として利用しています。 また現在は二次矯正の結果誕生した軽層を実用層類の代表として研究に使っています次に緑藻クラミドボナスの特徴について説明しましょうまず培養が非常に容易で早く増えること光のエネルギーを使って澱粉や油脂を蓄積する単純な形態を持つ光合成生物であること 植物と動物の性質を合わせ持つ進核生物であること実際に葉緑体に加えて2本の弁毛を使って遊泳したり子有の接合を行っています子有の株があるので交配することによって遺伝解析ができるつまり交配によって育種が可能であるということですゲノムデータは2007年に解読され 我々のラボでゲノムクローンや EST クローンを保管していて研究に大変便利になっていますまた DNA 断片の導入によって突然変異株を簡単に手に入れることができますその変異を手がかりに新しい遺伝子を発見することができるわけですゲノム情報や遺伝子発現情報のデータベースを私たち自身が 構築しておりまた遺伝子操作に必要なケース転換方法を開発し野生株のケース転換効率が大変高くなりました特に最近注目を集めているのは昨年開発に成功した細胞壁を除去しないで DNA を細胞に導入するケース転換法です次に現在取り組んでいる研究課題について簡単に説明しましょう 研究課題は大きく2つに分けることができます一つは CO2 濃縮と CO2 センシング機構に関する研究ですもう一つは代代代謝謝謝制御の理解と代謝工学代謝エンンジニアリングです CO2 関連の課題では次のような疑問に答えようとしています。 微細藻類が水中で CO2 を効率よく利用できるのはどうしてでしょうか。そして、細胞外の環境中にある CO2 濃度によって、CO2 を濃縮する能力が変化するということはどうしてでしょうか。環境ストレスに応答して発現する遺伝子はどれだけあるのでしょうか。これらの疑問に対する答えの一部を次に紹介しましょう。 左のグラフは、細胞に与えた無機炭素の濃度に対する酸素発生の速度を示しています。青い線は5、5%CO2 で通気培養した細胞の光合成特性を示します。赤い線は、低濃度の CO2 しか含まない空気で培養した場合の細胞の光合成特性です。高 CO2 条件に比べて、 低 CO2 条件では無機炭素濃度が1 0 0マイクロ μ ル以下でも高い酸素発生速度を示すことがわかりますこのように細胞の無機炭素に対する親和性は培養中の CO2 濃度に応じて変化することがわかりますこの結果から細胞は細胞外の CO2 濃度を知ることができ CO2 が少ない場合には光合成特性を自ら変えていると いうことがわかります右のグラフは細胞内への無機炭素取り込み活性を調べた図です赤線で示した低 CO2 条件の場合には無機炭素の取り込み速度が高いことがわかりますこのように細胞は低 CO2 条件つまり CO2 欠乏環境に置かれると積極的に無機炭素を細胞に取り込み光合成を維持する能力があるということがわかります CO2 を無機炭素として細胞内に濃縮する機構を CO2 濃縮機構と呼んでいます。次に、細胞内における CO2 濃縮のモデル図を示します。無機炭素の輸送には多くのタンパク質が関わっているとされていますが、現在までに無機炭素、輸送体の実態はまだよく分かっていません。細胞膜と揚力体方膜には、 重炭酸イオン輸送体が存在するとされていますがその性化学的な特性や遺伝子の実態についてはまだ明確な報告がありませんこの図ではルビスコによって炭素がホスフォグリセリン酸に変換されるところまでしか示していませんが固定された炭素は細胞の構成成分であるタンパク質や糖に変換されて細胞の構成成分となります また、えー、エネルギー貯蔵物質としてでんぷんや油脂に蓄積されることになります。固定された炭素がどのようなエネルギー物質に変換されるかということが、えー、次の問題となります。これまでに CO2 要求性変異株の解析から調節因子である CCM1 や LCR1 が見つかっています。が欠損すると 応答性遺伝子の多くくが発現できなくなってしまいまいす応答性遺伝子の中には炭酸脱水酵素や輸送体遺伝子が含まれており細胞の CO2 応答に必須な因子であります。野生株では光合成の反応基質が不足するとその情報が CCM1 から転写因子 LCR1 に伝えられ 炭酸脱水酵素や膜輸送体の発現が誘導され、CO2 濃縮機構が誘導されます。細胞内に CO2 が濃縮されることで、細胞が光合成を維持できるということになります。このような転写誘導が起こることで、光合成特性が変化するということは、細胞の生存戦略を反映していると言えるでしょう。 このような細胞外環境のセンシングとシグナル伝達そして光合成特性の変化を制御している因子を我々は調べていこうとしています。この図では細胞の葉緑体の中にあるルビスコの周りにいかに CO が供給されるかということを図に示しています。LC IB、は、低条件で、 ピレノイドと呼ばれるルビスコの集合体の周囲を取り囲むように極在していますしかし CO2 濃度が高くなったり光が供給されない場合には揚力体に広がってしまいますまた CO2 が欠乏したり光が照射されると左の図のようにピレノイドの周りに集合することになりますこのようなタンパク質の移動を含む現象 が起こるということで細胞は CO2 を感知して低 CO2 環境に潤化しているということが分かってきています CO2 濃縮機構に必須であると示されている LCIB はピレノイド周囲にリング状に極在しています低 CO2 で光があれば LCIB はピレノイドに集合しますが高 CO2 濃度では 光があっても集合しません。また CO2 が欠乏しても光がないと LCIB は集合しませんこのような葉緑体の内部でタンパク質の移動が CO2 環境の変化に応じて起こるということは今回初めて発見された現象です。CO2 の濃縮機構の中でも輸送体と合わせて 移動のメカニズムの解明が期待されています次にもう一つの課題について説明します油脂や炭化水素の生産にはどのような因子が関わっているのでしょうか微細藻類で有用油脂や炭化水素の生産は可能でしょうかこういったことに関して研究を進めています澱粉合成酵素の欠損株は、えー、通常は 窒素欠乏状態で蓄積できるデンプンを合成することができないので、窒素欠乏状態に至るとデンプンの代わりに油脂が大量に蓄積するということがわかっています。このようなデンプン合成酵素の変異株はバイオ燃料の蓄積生産に非常に有用な遺伝形質であると考えられています。このようにデンプン合成酵素 遺伝子以外にも油脂の生産効率に関わる遺伝子が数多く存在すると考えられており変異株の単理が進められています。次のスライドで油脂生産に関わる変異株を管理する方法について紹介しましょう。このスライドでは変異体の集団からセルソータを使って中性脂質を蓄積できない変異株を選び出している様子を示しています。 2回の操作で、トリアシルグリセロール、中性脂質の一種ですが、タグ蓄積が異常となった株が濃縮されています。このような変異株を単に解析することで、油脂蓄積に関わる新しい因子が同定されつつあります。これまで研究の中身を話してきましたけれども、私たちは微細藻類を使って、新しい遺伝子や新しい原理を発見しようと、 いこういったことに興味のある人は是非連絡をしてください。お待ちしています。